はいどうも、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。本日はドラゴンクエスト 11S プレイしていきたいと思います。ついにですね、ドラゴンクエスト 11S 体験版ではなくて 11S 製品版をね、今回から始めていきたいと思います。前回がね、ちょっと時間が空いちゃっていて、この後何していいかがわからないんだけど、ちょっとこいつに話を聞いてみようか。カミューに、この洞窟でしっぽりとそのケツを狙う俺、しかしカミュー彼に俺を回避していく。ケツを触らせろ、掘らせろ。どうした、どうしたどうしたって。村を出て東に進んだところにあるんだったよな。オーブのことも気になるが、今はお前のじいさんが言ってた医師の大竹に行くとしようぜ。行こう。ようやくゲットしましたよということですよ、製品版ね。なんかブックカバーみたいなのがついていて豪華ですね。ツイッターであの画像とか上げたんですけど、はい。だからこっちか。ダメだ。おい。実はですね、あの今回の動画から見てくれた人にあらかじめちょっと説明をしますとですね、僕、まあ、もうこの時点でレベル20まで上げておりまして、まあ、本来だったらレベルここだと何ぐらいなんですかね、ちょっとわかんないですけど、まあ、20ってめちゃくちゃ上げてるっぽくて、体験版ではこれ以上レベル上げができない、状況になってしまったんですよね。なので、製品版を今から始めますという方でございます。あのレベル上げが、すごい好きなんですよね、僕。はい、ベテラン魔物キラー、これあの多分、体験版の時にやりまくってたので、今こうして称号をもらってるって感じですね。はい、モンスターバスターですね。俺の股間もバスターですけどね、まあ、そんなことはどうでもいいかもしれませんがね。いきましょうね。水のこの光沢とかも綺麗だな。で、宝箱開けていく。打ち直しの宝珠、なんだそれ、ちょっとよくわかんないですね。結構忘れてます正直。自分の動画ね、見直してから始めればよかったってちょっと思ってるんですけど、まあ、可能なところまで進めておいて、でまたその着いたエリアにいるモンスターを狩りまくってレベル20、まあ、25とかいけたらいいかな。まだ7時間ぐらいかかるんだろうな。もう体験版でレベル20まで行くのに14時間かかってるんで、で体験版のできるところまで全部マックスやってないんですよ僕。なんかやればスキルの種とかもらえるらしいんですけど、そのスキルの種よりもレベル上げということで製品版をもう始めちゃってるって感じですね。てかこれ何、何すかこれ。前回かなり感動したけど、これは手紙か。一つはかなりボロボロだな。だな。とりあえず見てみるわ。何何？あなたがこの手紙を読めるようになった頃、私はもうこの世にはいないでしょう。まさか。あなたが生まれてすぐ故郷のユグノアの地が魔物に襲われました。私はあなたを逃がすので精一杯でした。あのオープニングムービーのやつですよね多分ね、これね。いいですか、心ある人に拾われ立派に成長したらユグノアの新興国であるデルカダールの王を頼るのです。え、デルカダールの王ってあの王でしょ。マジクソじゃん。じゃあ頼った結果があれですもんね。あなたは誇り高きユグノアの王子、そして忘れてはならないのが大きな使命を背負った勇者でもあります。え、その使命って何なんだろう。だってさあ魔王いねえじゃん 11S ってさ。 11S とか 11? 勇者とは大いなる闇を打ち払う者のこと。
いずれこの言葉が何を意味するのか分かる時が来るでしょう。一緒にいてあげられなくてごめんなさい。無力な母を許して。どうやらお前の母親の手紙のようだな。そっちの手紙はどうだ。親愛なる孫へ。未来から来たお前に出会った後、わしは約束通りお前の道しるべとなるものをここに埋めておいた。母親の手紙はもう読んだがの。あの手紙はお前が流されてきた時一緒に入っていたものじゃ。わしはあの手紙に従いお前をデルカダール王国に向かわせたが、辛い思いをさせたようじゃの。もう全てがリンクしてんだね。なぜユグノアの地が魔物に襲われ、勇者が悪魔の子と呼ばれているのか、わしには見当もつかんかった。スマブラに参戦したからかな。なれば真実は自分の目で確かめるしかない。東にある旅立ちの祠の扉を開ける魔法の石をお前に授けよう。また東にあるとか、朝立ちじゃねえや、旅立ちの祠とか、場所わかんないよな。それを使って世界を巡り真実を求めるのじゃ。お前が悪魔の子と呼ばれ追われる勇者となった全ての真実を。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前のじいじで幸せじゃった。もうやめてマジで。前回も俺ちょっとこれでこの言葉でかなりうるっときたんだけどさ、じいちゃん水泳帽かぶってるけど本当いい人ですよね。ユーピカは魔法の石を手に入れた。旅立ちの祠の扉を開く魔法の石か。まあこれも乗りかかった船だ。俺もお前の旅に付き合ってやるぜ。ありがとうな。なんかそのパーカー島村で買ったんだとか言ってごめんな。お前のじいさんが言ってた旅立ちの祠はここから東にあるんだったな。それじゃさっさとそこに行こうぜ。待って、方向音痴だからしっかり覚えとかないと。お前のじいさんが言ってた旅立ちの祠はここから東にある。よしと言いたいところだが、その前に俺の目的も果たさせてくれ。なんだっけ。レッドオーブが移されたのはこの道の先にあるデルカダール神殿だ。よろしくね。すっかり忘れたわ。ごめん。オッケー。そうだ。デルカダール神殿行くって話ね。さあ、行くぜ。どっちに行けばいいんだ。この先でいいのかな。お、待って、新しいもん、あ、そうでもねえか。新しいモンスターいる。ボコス。もう逃げようとしてる、俺から。無駄だ。いいね、ここでもレベル上げしてえな。で、ヘラヘラ笑ってる。うわぁ。なんだあいつ。メソコボルトだって聞いたことないモンスターだな。待って、今経験値割ともらってたな。ここ美味しいかもしんない。いろいろいるね。これはなんだ。なんだこれ。ランタンボーイズ。鬼火どんぐりか。もうやったな昔。いやー、いいな、経験値もらえてるって嬉しいわ。体験版さ、レベル20までが限界って絶対少ないと思うんだよね。俺の見立てでは30だと思ってたんだけどね。ちょっとこうマップとかもうろうろしつつ、今回はデルカダール神殿まで、行って終わりたいとこではあるね。デルカダール神殿どこにあるんだろう。ふい、経験値おいしいぞこいつ。あ、しかも結構3人ずつ出るんだな。一気に行くぞ。なんだこれ。
それ。まあいいか。おーし。俺たちの勝ちだ。42ゴールド、48経験値。結構おいしいな。ここやりごたえあるな。なんかいるぞ。あれなんか攻撃できない機械のこれ。やるぞ。なんだこいつ。あでもやっぱ一発で死ぬ。おととい来やがれ。35。え経験値おいしいな。やべ、ここでレベル上げしたくなってきたぞ。次のレベルまで5000か。あ全然もう神なんて5200だもんな。すぐ上がるぞこれ。えてかこっちでいいのかな。デルカダル神殿どこだ。あ軍隊ガニいる。これ軍隊ガニだ多分。ちょっとモンスターコンプしたいんでやってこう。軍隊ガニたちが現れた。よし経験値いいぞ。オッケー、ナイスでーす。ナイスでーす。てや、俺たちの勝ちだ。いいね。いや面白いな。どうしよう、デルカダール神殿で出てくるモンスターをボコボコにしてまたレベル上げしようかと思ってたんですけど、えいや何これ、一人でオナニーしてんのこんなとこで。これ絶対オナニーしてるでしょ。旅人さんなぁ、珍しい。こんな偏僻な場所に来るってことはデルカダール神殿を見に来たのかい。そうっす、それはいい心がけ。せっかくここに来たなら一度近くに見ていて損はねえ。ここを出て西に、あーなんかデルカダール神殿の場所を教えてくれるだけの場所かここ。えそれなのにこんな、なんかいやすげえな、ビルダーズとかでこの家とか作れそうだな。すげえいい家だな。住みたくねえけど。プライベートもクソもないもんな。だってこれもうなんかこの中でオナニーしてて最初は、だけどもうどうせ外から見られちゃうんだったらもう公開オナニーでいいでしょってことでここで堂々とオナニーしてるみたいな感じですよねこいつね。間違いないよね。究極のオナニストだなあいつ。俺も見習いたいわ。俺もね、家の玄関、まあ、すぐ扉開けてすぐそこにポストあるじゃないですか、あるんですけど、そのポストに、まあ、手紙をとかを取りに行くときに全裸で外出たことはある。ぶっちゃけたまらなかったね本当に。うん、俺なんでドラクエの動画でこんな話してんのかな。まあいいや、行くぜ。こっちだね。まあ、なんとなく分かってたけど、あの木の小屋がさ気になったからね、見たかったんですよ。デルカダール神殿着くかな。来ましたね。おーいいじゃんいいじゃん。面白い面白い。なんかあるね。よいしょ。まあ、結構ね見てくれてる方がこう寄り道とかしても全然いいよというふうに、自分のペースでやってくださいっていうふうにねおっしゃってくれてるんで、割と自分のマイペースでやらさせていただいております。まあ、とりあえず今日はねあの11の製品版買ったよっていうことをまずお知らせしたかったのでやってるんですけど、なんかあれかな、またイベント起きるかな。これはおいおい、どういうことだこれは。どうなってる、一体誰がこんなことを。わからない。うん、屍かな。こと切れてる、死んでいるじゃないんだ。見たい、死体の顔。どんな顔で死んでんのかな、見せてほしい。あー見せてくれないか。なんか最後どんな
断末魔をあげて亡くなったのかなとかってすげえ気になるんだけどな、こういう時。これも見えないかな。ヘルメットみたいなのかぶってるやつだけ、うわ、仰向けか、仰向けで寝てるけど、あとみんなうつ伏せで、あれだね、これ床にあそこ擦ってる時みたいな感じのポーズまあいいや。でこっち行ってみますか。オートセーブされてるけど、セーブポイントとかってあるのかな。あ、また床オナニーのやつがいる。え、こんな何やばそうなモンスター出てくんのかな。モンスターもっと出てきてほしいんだけど、デルカダール神殿はモンスター出てこないのかな。祭壇の前急げ、オーブは危ない。どういうこっちゃねん。あ、いるぞ。あれスモークじゃない、あれスモークじゃ弱いだろう多分。これジャンプでいけんの、いけない。あれ、じゃあどこ行けばいい、こっち。あ、え、待って、スネオ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 、待って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 、消えちゃった。え、待って、美味しいかもしんないぞこいつら。いいね、一撃で死なないなんて。俺たちの勝ちだ。うわ、熱っ。いやもうすぐだよ、レベル25、多分6時間ぐらい、6時間で上がるぜ多分。やらせろ、やるぞ、いくぜ。おー、うん、いやもう速攻でレベル上げできるぞこれ。よいしょ。なんだここは、ちょっとわからんな。これどうしようかな、動画でやるか、次回からね。それかクリアしてからクリアしましたよって動画であげるか悩むとこだね。もう難しいダンジョン系だとさ、結構やっぱだれちゃうじゃないですか。これなんだこれ、ここは意味ねえのか、登っても。え、なんかあんの、こっちか。あー、これ取れるだけか。なるほどね。獣の皮かい。しょっぱ。戻ろう。ちょっとそろそろ時間をしてるかな。お、スネオ。おら。インプ？あれ？いたずらデビルじゃねえんだ。俺たちの勝ちだ。経験値おいしいけど、ホイミスライムの方がいいね。みんなもう逃げてっちゃうんだよな、うん。まあここでしばしレベル上げって感じかな。おととい来やがれ。なんかナプガーナ密林はただ道なりに進んでいけばいい感じだったけど、ここは案外難しいダンジョンなのかな。いや、スモークか、やっぱり。まさかのスモークなんだね。本当にスモークだと思わなかったよ。今更こいつの経験値、あれ？あ、40ポイント経験値もくれるのか。そうかそうか。意外とだな。レベル上げのことばっかり考えていて、正直このデルカダール神殿がどれぐらいのスパンで終わるダンジョンなのかっていうのが分かってないので、で多分そろそろね、もう動画撮り始めて20分ぐらい経ってると思うんですよね。なんで一度、まあ、今オートセーブも入ったのでお開きにして、また次回このデルカダール神殿を本格的に探索していこうかなって思います。まあ、優先的にちょくちょくね、僕やりたいので、このゲーム多めに上げていくとは思いますので、ちょっとまたね、前回の動画見てないよとかっていう方もいると。おお、力の指輪な。あ、なんだ、え、なんで話しかけてんの今俺に。だから一番奥のですね。へえ、ありがとう。多分今俺間違えて丸押しちゃったっぽいね。装備しよう、力の指輪強いと思う。あれ、もう、あ、じゃあ神でいいや。バカ強いじゃん。
強いぞこれは。果てしなく果てしなく強い。ふーぴーしーぬぴー。はい、オートセーブ入ったので、終わりますか。とりあえず今日は一度ここでお開きにしたいと思います。ちょっとまたレベル上げもしておこうと思うんでよろしくお願いします。次回もお楽しみに。では